ありがとうございます。遺伝研の森です。では私の発表を始めます。我々が開発の対象としているのは微生物、特に原核生物を主に扱っておりまして、まあ、原核生物は地球上のいろんなところに存在していて、まあ、環境と深く関連していますので、その環境というキーワードでバイオだけではなく、さまざまな分野と連携ができるような生物になっております。で、特に最近は微生物群集以降、マイクロバイオームと言いますけど、このマイクロバイオームの研究というのは非常に盛んなに研究が行われていて、まあ、この下に書いてあるグラフもそうなんですけど、公共の塩基配列リポジトリにもマイクロバイオームの解析、ショットガンメタゲノムだったり、アンプリコンシーケンシングなどのマイクロバイオームの解析のサンプルの配列データが非常に急速な勢いで蓄積されております。で、我々は今まで統合化推進プログラムで1期、2期、3期と、マイクロブディビドと JP という統合データベースのサポートを受けて、まあ、マイクロブディビドと JP というデータベースの開発についてサポートを受けてきました。で、このマイクロブディビドと JP では、微生物エンサイクロペディアとなるようなデータベース、まあ、つまりはここのデータベースに聞くと、大体微生物にて大体のことが分かるというようなデータベースを目指して開発を進めてきておりました。その結果として、こういうマイクロブディビドと JP、今もこの URL でアクセスできますけれども、微生物のさまざまな情報というのをゲノムに紐付けた形で、遺伝子や系統や環境などのデータというのを紐付けて、一つのデータベースで検索できるようなシステムを作ってきました。で、中身はすべて RDF で構築されております。で、このマイクロブディビドと JP を使うことで、例えばマイクロバイオームのデータについては、道場や腸内のさまざまな環境由来のマイクロバイオームのデータというのを検索して、それらの系統組成や遺伝子機能組成をデータベースのウェブブラウザー上で比較解析することができるような機能も提供しております。でこのマイクロブディビドと JP、他にもマイクロバイオームのデータベースというのは世界中にいくつかのグループが開発しておりまして、例えばマグニファイだったり、MG ラストなどヨーロッパやアメリカなどのデータベースが有名なんですけども、それらと比べても扱っているマイクロバイオームのサンプルの数やメタデータの量としては他を圧倒しております。ただ、どのデータベースもそうなんですけども、最近、このマイクロバイオームの解析において、ちょっと状況を変えるような新しいタイプのデータが出てきております。それがこのメタゲノムアッセンブルドゲノム、MAG と以下略しますけれども、この MAG のデータセットというのが急速な勢いで出始めております。では、この MAG というのは何かと言いますと、通常、メタゲノム解析、ショットガンメタゲノム解析というのは左側のように、新型シーケンサー以外の短いリードをアセンブルで長くつなげて、長くつなげた各コンティグセット、コンティグデータについていろんな解析を行っていくというのが普通になります。ただ一方で、最近流行っているこの MAG を使った解析というのは、短い配列データをつなげたコンティグセットから、まあ、そこをさらに配列の特徴でクラスタリングをして、個別の微生物のドラフトゲノムセットというのをいくつか作るということをします。これなぜこういうことができるかというと、まあ、微生物は非常にそのゲノムが GC 含量だったり、子供使用頻度、あとは群集中の存在量などの情報というのが、まあ、いくつか違った特徴を持っておりますので、ある程度の長さの配列があれば、系統ごとにある程度配列をクラスタリングすることができます。そうやって配列をクラスタリングしてあげて、個別の配列クラスター、それぞれを MAG と呼んでおります。なので、メタゲノムからアッセンブルしてできてクラスタリングされてできた、それぞれのゲノムですね、ドラフトゲノムを MAG と呼んでおります。このアセンブルとビーニングというアプローチ、そのクラスタリングのことをビーニングと呼んでますけど、というのが最近非常に流行ってきております。こういうビーニングをして MAG を作るようなツールというものがたくさん出てきております。これによって、今までメタゲノムの解析をするときの一つの大きなニーズとしては、なかなか何倍ような微生物を解析する手段がなかったので、メタゲノム解析をしていた研究者というのは非常に多かったんですね。で、そういう研究者は、何倍ような微生物のゲノムというのがマグを作ることで簡単にドラフトゲノムが手に入るのであれば、そのマグを使って解析をしたいと。メタゲノム1回シーケンスすると数百万ぐらい遺伝子が出てきますけれども、数百万の遺伝子の全体像を議論するのではなく、あくまで数千、五千とか六千ぐらいの個々の微生物のゲノムの遺伝子数を分母にして議論した方が議論が単純になるので、まあ、そういうマグを使った研究というのが、マイクロバイオの研究というのが非常に今主流となってきております。で、実際、例えば2017年のこの論文では、たくさんのメタゲノム解析のデータから8000以上のマグを作って、その解析を行いましたという研究で、1個ずつのマグとしては、コンティグ数が100から200という、
少し精度が悪いドラフトゲノムというような位置づけになっていて、それを使った比較ゲノム解析などをこの論文ではしております。で、一方で人腸内メタルゲノム、最近非常に流行ってますけども、これらでも15万以上のマグを作って、それらの比較解析をして大陸間何が違うのかなと解析したような論文も出てきております。で、それらのたくさん出てきた、一個ずつの論文でたくさんできたマグを集めて系統分類して、マグ をメインとした系統分類のデータベースを作っているグループもありますし、そのマグ配列の自動的に名前を付けるような、これは正式な分類規約に則った名前ではないんですけど、名前を付けるようなツールだったり基準というのも出てき始めています。そういう状況でして、このマグというのは今後マイクロバイオームの解析、特に微生物の研究において非常に重要になってくるだろうと考えられています。で、それを示しているのがこの表でして、左側が今まで分離培養ができて、まあ、正式に名前が記載された各系統群を表しています。種に関しては2万2000種ぐらいで、ファイラムに関しては42ファイラムが今存在しているんですけれども、それに対してこのマグデータを使って、まあ、配列としてはどれぐらい違うのかというのを元にして系統を定義したというのが右側になっていて、それを見ますと、だいたいマグから定義すると種に関しては6万5000で、ファイラムに関しては166と、だいたい3倍から4倍ぐらいの系統が仮説的に定義されています。まだ正式なものではないですけど、定義されています。で、実際これらのそれぞれについてはもうゲノム配列がある、ドラフトゲノム配列がある状況ですので、比較がゲノム解析などをして、微生物の多様性について議論するような場合っていうのは、この左側ではなくて、もう右側を扱うのが当たり前になってきている状況です。で、このような状況ですので、もうマグというものがマイクロバイオームのデータの解析、だったりマイクロバイオームの研究、特にさらには微生物の研究そのものを大きく変えようとしてきておりますので、我々もそれに対応するために、microbdb.jp、今までは過去のマイクロバイオームの系統組成や遺伝子機能組成、あくまでメタゲームの全体像を扱ってきたデータベースなんですけれども、これを特にマイクロバイオーム、特にマグに特化した統合データベースに作り変える必要があると考えて、今回、この研究開発を提案して採択していただきました。で、我々の研究開発では、特に爆発的に増えていくマグだったりマイクロバイオのデータにいち早く対応してデータを収録して、さまざまな人に検索だったり解析可能な統合データベースとしてマイクロバイオ DB.jp を作り変えていきます。で、マイクロバイオ研究の国際的なデータハブへと発展させることを目的としております。で、新しいデータベースの名前としてマイクロバイオデータハブというものを考えており、この URL httpsmdatahub.org で、あとマイクロバイオームデータハブの新しいデータベースを本年度中に構築して公開する予定です。現状この URL にアクセスしていただいても microbdb.jp に飛ぶか、またはその転送が URL 転送をしてますのでセキュリティ的に危ないですよって言われるだけなので、まだここにアクセスしていただいても見れないんですけれども、今年度中にはマイクロバイオームデータハブというのを公開したいと考えております。で、研究開発実施体制としまして、私が代表です。あとは基礎生物学研究所の内山先生のグループ、東京工業大学の山田先生のグループ、東京大学の松井先生のグループの4グループが一体となって研究開発を進めていきます。で、具体的な研究開発項目としてはここに6つ列挙しましたけれども、それぞれを個別には今回時間がないので説明しませんが、重要なこととしては、マグのデータというのは、機械学習の結果として作られた仮説的なゲノムですので、実態はそこに金株そのものにアクセスすることはできないです。なので、このマグを使って実際に実験をしようとしても、それを実験することはできないので、リソース、金株、実際の実態である金株との連結というのが非常に重要になってきます。で、その部分についても、さまざまな金株保存機関と連携しつつ、研究開発を進めていきたいと考えております。以上、まとめますと、我々はマイクロブ DB.jp というのをこの統合化推進プログラムのサポートのもとに今まで作ってきましたけれども、マグというのがマイクロバイオム領域で新しく出てきて非常に人数が高い、特に微生物の研究自体を大きく変えていく可能性が高いと考えて、このマグだったりマイクロバイオムに特化した統合データベースに作り変えようと現在考えて研究開発を進めております。その結果としてマイクロバイオム研究の国際的なデータハブに我々のマイクロバイオムデータハブを発展させようと考えております。私の発表は以上になります。ありがとうございました。